ご視聴いただきありがとうございます。葵と申します。よろしくお願いいたします。今回は平野紫耀さんの今後について占っていきたいと思います。平野紫耀さんの今後について占っていきたいと思います。過去、現在、未来、太陽、周囲の環境、本人の立場、結果結論で見ていきます。過去、ハート、愛、喜び、ロマン、恋愛、仲良し、家、家族、ファミリー、安定、キンプリのメンバーと仲良く過ごしていた。本人の立場を見ていきます。太陽、仕事の成功。山、高いハードル。山は登るのに時間かかりますよね。成功するには時間がかかる。高いハードルがある。現在を見ていきます。本、学びなんですが、これインスタグラムかなと思います。大釜、事件、不具合、アクシデント、事故。これ収穫してますよね。実りの収穫という意味があります。インスタグラムのフォロワー数がすごい数になっております。太陽を見ていきます。コウノトリ、引っ越し移動変化。事務所を変わって引っ越しですよね。鍵、問題を解く鍵、セキュリティ、解決。問題は解決した。自分のやりたい仕事に向き合えるようになった。周囲の環境を見ていきます。犬、信頼できる仲間。メンバーですよね。ナンバーアイ。神宮寺さんと岸さんですよね。ガーデン、芸能界で。野球場で名前を発表されましたよね。
コンサート会場とも見れますし、これ野球場とも見れます。ナンバーアイになったということを発表されましたよね。違う見方をしますと、キンプリのメンバー、ガーデン、メディアに、他の方は出ています。未来を見ていきます。月、名誉、夢、ロマン、人気。仕事の成功。人気者ですし、仕事の成功。ネズミ、不安、ストレス、損失。平野さんも不安を抱いてらっしゃるのかなと思います。ネズミ、割と忙しく動き回ってらっしゃるのかなと思いますね。ネズミは動き回ります。ここに食べ物もありますよね。ご飯を食べたり、忙しくされてるのかなと思います。結果結論を見ていきます。道、人生の岐路。ターニングポイントですね。魚、ビジネスカードです。で、金運カードですので、で、3匹いますよね。ナンバーアイ。3人でやっていくと。決められたみたいですので、人生の岐路に立ってると思われております。魚がありますので、成功されると思います。神宮寺勇太さんについて占っていきたいと思います。神宮寺勇太さんについて占っていきたいと思います。過去、現在、未来、内容、周囲の環境、本人の立場、結果結論で見ていきます。過去ですね。棺、不安、不満、病気、終わる、クロス。精神的苦痛、心配事。事務所を辞めましたよね。キンプリ脱退です。棺とクロスで悲しみです。
神宮寺さんは一緒に出たかったのかなと思います。本人の立場を見ていきます。指輪契約結婚です。クローバー、幸運、幸福、ラッキー、希望。幸せに思ってらっしゃると思います。契約できたことは幸せ。現在、星、幸運、希望、チャンス、夢。才能がありますし、輝いておられます。星、輝く。基礎基盤と大成長。星と木で、健康状態は良好。生き生きと仕事されてると思います。太陽を見ていきます。ハート、愛、喜び、ロマン、恋愛、仲良し。そう。公共施設なんですが、2B ですよね。今、平野さんと活躍されておりますよね。インスタグラムに登場しております。2B に入ったことを幸せに思ってらっしゃると思います。で、周囲の環境を見ていきます。無知。内輪もめ、口論、トラブル、不安、ストレス。安定、安心、固定、努力、忍耐です。キンプリとして安定しておりましたが、トラブルで脱退されました。蛇、要注意人物、不安、トラブル、罠、嫉妬、百合、コツコツ、努力、平和、満足です。将来的にトラブルがあると不安に思われているのかなと思います。努力される方です。努力家ですけども、そういうふうに思われているのかなと思います。違う見方をしますと、より性加害問題、よりは性加害という意味もあります。蛇トラブルですよね。だからもしかしたら元メンバー、キンプリのメンバーですよね。心配をされてるのかなと思います。この方は優しい方なのかなと思います。過去のところでもやっぱりみんな一緒に脱退したかったのかなっていうのが悲しみで出ておりますので、キンプリのメンバーの心配をされてるのかなと思います。結果結論を見ていきます。雲、不安定、ガス、混乱。狐、プロ。セールスマン、賢い。やっぱり将来に対して仕事があるのか不安に思われてるみたいですけども、大丈夫かなと思います。今すぐ仕事は来ないと思いますけども、コツコツ努力されたら、それが回避できると思います。岸優太さんについて占っていきたいと思います。
岸優太さんについて占っていきたいと思います。過去、現在、未来、対応、周囲の環境、本人の立場、結果結論で見ていきます。本、学びなんですが、これ契約と思います。女の方ですけど、滝沢さんかなと思います。契約ですよね。To be と契約。本人の立場を見ていきます。雲、不安定、ガス、混乱、ストレス溜まってると思います。棺、不運、不満、病気、休む、終わる。今、ゆっくりされてるのかなと思います。だいぶストレスが溜まってらっしゃったと思います。で、現在ですね。家。家族、安定、ファミリー。山。高いハンドル。これ、事務所ですよね。前の事務所。高いハードル、考え方の違いですよね。があると思われております。だから、やっぱり、脱退して、事務所を辞めたと思います。対応を見ていきます。鍵、問題を解く鍵、セキュリティ、解決。事務所を辞めて解決した。熊、母親上司なんですが、金運とも見れます。で、仕事とも見れるんで、自由な仕事ができるようになった。周囲の環境を見ていきます。ネズミ、不安、ストレス、損失。手紙、スタイル、SNS、メール、全事務所の損失ですよね。なくなってしまいましたよね。事務所がなくなってしまいました。未来を見ていきます。船、海冒険、新しい船で、子供、純粋なお気持ちで、新しいスタートです。ナンバーアイ、新しいスタート。星、幸運、希望、チャンス、夢、チャンスですよね。ハート、愛、喜び、ロマン、恋愛。幸せに感じる、やりたいこと、好きなことができる。岸さんはすごい前向きに考えてらっしゃると思います。これからもこの3人が、岸さんも活躍されると思います。頑張ってください。